Hold up. みなさんこんにちは、なるチャンネルのココと親父ヒロさんです。今日はお父さんが何か紹介したいものがあるそうです。そう、最近イケてるスマホポーチをゲットしました。キャンプ好きにはおなじみのナンガ、まあ、ナンガといえば滋賀県にある日本が誇る寝袋メーカー、そのナンガと現代美術アーティストの加賀健志とのコラボモデル、ちょっと早速開封していきましょう。それナル預かろうか。あ、じゃあ、はい、はい、どうぞ。いいよ、開けて、はい、ここから昨日届いた。ん、ここからどこから見る。じゃーん、はい、寝袋型のスマホポーチ、多分実際羽毛が入ってるっぽいと思います。に鏡氏の字で、ペットかっていう文字が刺繍されてます。ということでこれはキャンプ好きだけではなくてペットがいる方にもおすすめできる。かわいすぎる。まずあのナンガはメイドインジャパンにこだわった滋賀県にあるメーカーで、主に羽毛の品質の良い、寝袋を作ってます。私も以前は持ってたんですけども、まあ、私自身は閉所恐怖症気味のところがあって、まあ、もう少し自由度のあるものが好みなので、まあ、今我が家は、ストレッチするタイプのモンベルとか、まあ足先や手が出せるエクスペットの羽毛寝袋を使ってます。まあ、機能はどれもコーツつけがたく最高なんですけども、まあ、その色使い含めて見た目は圧倒的にナンガの方がかっこいいですね。本格キャンパーやおしゃれキャンパーにはすごく人気のあるメーカーで、コラボの加賀健志は、現代美術アーティストでアパレルメーカーとも積極的にコラボしていて、シップスとかもコラボしてたりします。まあ、独特の世界観を持ったアーティスト。まあ、そのナンガの寝袋を模したポーチに、寝袋見たでしょ、うん、味のある、手書き風なペット科の刺繍、まあ、これを首から下げておけば、まあ、一目でペット大歓迎って分かってもらえますよね。てかね、うん、めっちゃこれが出るよ。めっちゃ本物の寝袋みたい。あ、羽毛が出る。匂いもね、うん、めっちゃ寝袋だよ。ほんと、ちょっと入れてみて、入れてみて。匂いめっちゃ寝袋。寝袋に匂いなんてあるか。はい、なんか独特の匂いあるじゃん。いい、はい、はい、あ、ちょ、これカバー大きくないか。でーでー、確かね、テーマが不動産でね、そのペットかの他にね、空室っていう刺繍のやつもあったと思います。かわいい。ん、かわいいよね。めっちゃかわいいでしょ。めっちゃ気持ちいいよ。うん、ただちょっと季節感だけおかしいね。今から超暑くなってきますけど、真夏使いはちょっと暑苦しい感じがするかな。まあ、スマホポーチに羽毛が必要なのかっていうそもそも論もないわけでもない、まあ、でも圧倒的に、ね、可愛いからいいんです。で、色もゴールドで、まあ、我が家のワンちゃんがアプリコットなので、同系色ですごく合うでしょ。まあ、お散歩だとかキャンプ場で大活躍してくれそうです。まあ、まだ先日発売したばかりでソールドアウトでなければ、ナンガのウェブサイトとか、ZOZO で購入できると思います。まあ、3000円ぐらいするので決して安くないんですけど、まあ、所有欲を満たしてくれるイケてるポーチ。はーい、そんな感じ。Bye.